大田さん大田さん大田さん、いやごめんね渡しちゃって、えそんな待ってないってうまいこと言うね本当に、あすごいね、しょあーじゃあ早速さ商品の説明に移されててもらうんできてさ、いや全然怪しいものとかじゃないから大丈夫です。あ今日のアジェンダはさ、あメールで言った通り確実に君に幸せが訪れるっていうアイテムなんだけど嘘じゃないって本当話聞いてもらえば分かると思うからね。はい、あじゃあまず一つ目なんだけどさ、よいしょ、はい、これあ T シャツって顔してるよね、ただの T シャツじゃないの、違うかこれギスキさんっていう人にね書き下ろしてもらった、あラプラスダークネスさんって知ってる、あいいね、そうラプラスダークネスさんって人がデザインされた T シャツになってて、チャンネル登録者が80万人以上いるっていうあの配信者なんだよただもんじゃないでしょ、そうこのインターネット時代、そうバズマーケットのイニシアチブ握ってるって言っても過言じゃないわけよ、しかも有名イラストレーターのギスキさんだからね、これがねただのファングッズじゃなくて普段も着れるデザインになっててね、これがポイントなわけよ、普段着にもよしで、イベントの時とかプラスメイド同士のねこのファン同士の合図にもなれたわけ、この目と目でわかるこれわかる、これいいでしょ、つまりね消費者のインサイトに寄り添って設計されてるってことなんだよね、でなおかつこう身につけることでねファン同士の交流も拡大するっていうスチームになってるわけね、いいでしょ、でこれ2つ目はねシルバーリング、これもねチャンネル登録者80万人以上のラプラスダークネスさんがあしらわれたやつですね、これいいじゃん、あ T シャツと一緒でしょ、なんか普段使いできるっていうか日常に溶け込むって感じなわけ、普段からラプラス総帥にアグリーしているプラスメイトのマストアイテムって感じなんだよね、これ外見シンプルなんだけどねコンペティターとの差を明確にするために内側にねラプラス総帥のね尻尾のデザインが印刷されてるわけよ、ただ分かるものには分かる、伝わるっていうかさあでここからが本題なんだけど、なんとこの2つさセットで買えちゃうのよ、なんて言ったってどっちの商品もマーケットのニーズが違うから、そうでセットには複製サイン入りポストガードがついてきちゃうのよ、でしかもよちょっと数量限定で直筆メッセージもあるんだ、やばいっしょ、大きい声出さないでよ、こんなでっかいビジネスの話ねまだみんなに知られちゃまずいんだからっつ、で、あ、ごめんで、あ、お値段、はぁ、鋭いね君もね、これセットで1万円くらい、1万円しないくらい、そっくりくらい、やばいんだってこれこの商品が広まれば幸せになる人はたくさん出てくると思うわけ、たくさんで君もその一人、そうこの商品のステークホルダーは僕と君だけじゃないってこと、夢感じないね、そうなんだよね、だからあちょっとごめん、ごめん、次のクライアントがさ待ってるから行かなきゃいけないんだよね、